はい、皆さんこんにちは。アカデミーオブエリマスコード学生の大畑晴美です。はい、えー、今日は、えー、この間皆さんに、えー、ご提供した。11月あごめん。12月27日最後のカ蟹座ほとんど5度ね。4度58分の満月のメッセージとして、宇宙から ioc に繋がってくださってる。 視聴者の皆さんに一番大切なメッセージをオラクルカードで下ろしましたこの下に動画のリンク貼っときますからまだ見てない方そっち見てくださいねはいでその続きなんですけどいつも私昔オラクルよくやってた時は必ず皆さんに今度は個別に A と B と C ねもしくは1と2と3でもいいんですけど3つ選んでもらってそして個別にあのもうちょっとあのメッセージを下ろしてるんですねで、えっと、今回は えっとこのね面白いカードがあるんですけどミスティックシャーマンあらあらごめんえー、っと政治がはいミスティックシャーマンオラクルカードとそれからえー、っと私の大好きなアラーナ・フェドー・チャール先生の、えー、っとワイルド・クワイエンカードねあの 野生の観音様のカード <laughs> すごく大好きなカードなんですけどそれから、えー、とジェニファーさんのアート・マニフェステーション・オラクルカードの特別版ですねこれ前にも話したことあると思うんだけどこう2500分の最初の333が来てるのねすごい大事なカードなんだけどここから3枚ずつ1枚ずつねお一人3枚で A と B と C で選んでいただきますから、えー、とちょっとね皆さんねハートに手を当ててそしてあの 見,見ないとわからないって方もいたんで、今からちょっとお見せしますね。これが A のカードです。A のカードね。これが B のカード。そして、これが最後、C のカードです。これ C。いいですかはい。A。真ん中が B。そして、これが C です。はい。パッて選んでみてくださいね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、いきますよ。<laughs> じゃあ、A のカードからね。今回ね、私はね、B 引いたんですけど、はい。じゃあ、えっ、ー、と、まず A のカード。 a のカードはすごく面白いカードが出てて一番最初にあのこのシャーマンオラクルねえっとなんだっけ、えっと、ミスティカルシャーマンオラクルは2番のカードでこんなカードが出てきましたザ・アンディーン・クロスっていうのかなアンディーン・クロスっていうのかなちょっと発音分かれないんですけどこれまあ10字になってるんですけどこれはえちょっとねえっとガイドブックガイドブックどこ行った ガイドブックが、ガイドブックでえ、あ、そうそう、これ、これ、これ、ガイドブックでアンディークロスって何って思ったら、ちょっとこれ、ほら、見て、これ、アストロロジーのチャートみたいでしょ ?10 時になってるから、10時って大体、あの、あの10があると、これ、地球を荒らすのねあの、東西南北。で、これはやっぱり方向を示してるんですよ、これ、クロス。だから、えっと、2番のカードなんだけど、ちょっと待ってね。ちょっとメッセージ読むね。 これは、この、アンディーン・クロスっていうのは何を表すかっていうと、この、シャーマニズムの、シャーマンのコスモロジー、宇宙、宇宙学を表してる。で、それはどういうことかっていうと、あの、4つのカーディナル・レレクション。つまり、えっ、ー、と、東西南北のカーディナルね。だから、お羊座だと、カニだと、ね、え、あの、春分、秋分、夏至、冬至の、あの、あの、方向ですよ。ね。で、それで、えっ、ー、と、えー、 東西とそれから上と下の、えー、と世界を結んでいくそ,そこに一つ一つのどうやってこそこと関わっていったらいいかっていうのを表すようなクロスの象徴がこれなんですって。ね、で真ん中がこうサークルで穴が開いてるでしょこれこれこれねこれ。でここがここにシャーマンが入るとこの4つの下界途上この ああのホロスコープもねここアセンダントって言ってこう地平線があるんですよね水平線とかそうするとこの下はよあの星が見えないのこっちは上なのねねそういうその下界と上界見えるところと上の世界とかこ,うこっちの東と西とかねそういう方向をつ,こうつなげていくところがここの真ん中なんだってねだからえっとそういったあのメッセージがここにあるんですけどあのこれはどういうメッセージかっていうとあの えっとスタートグレートジャーニーいよいよこのねあの地球っていうか皆さんの周り自分自身も今自分が真ん中の中心にいてじ自,自分の本当に大きな魂の旅をする時が来てるねっていうカード。It's time to raise your gaze from the mundane day to day to that which あのこれど,どういうことかっていうとねあのね今は なんか毎日毎日の世間望的なあの出来事に目を凝らすんじゃなくて今はもっとなんていうかなその先のを見据えるような感覚でこれからは人生を大きな視座で見ていきなさいって。でメインリーディングの最後のところでもなんかその,あのえっ、ー、と 高い視座から見なさいよって結論の結果が出てきたじゃないですかまさしくそうなんですよだから a のカード引かれた方は本当に今ちょっとアストロージー勉強するのすごい大事だと思うよそれで今自分の自分でこう毎日のことばっかりにどうしようどうしようって思ってたのをちょっと外してね本当に自分は今どういうタイミングなんだろうっていうのがアストロージー学んでくるとわかるんですよ今自分のどこをね宇宙はかしっかりと取り組むんだよって言われているのがわかるわけ例えば えっと、八木座の29度とかあのこれから水が目指す0度になるんだけどその辺りが皆さんの何ハウスにあるかとかねそれからうわざがどこにあるかとかねそれであの今おしつけ座と天秤座にードっていうのがあるんだけどそこが皆さんどうなっててどういうふうな皆さんのイタルチャートの魂の設計図がどうなってるかっていうのを両方見ていくと今自分が何に取り組んだらいいかって宇宙の導きがものすごくおか分かるようになるわけ。 それは最初はやっぱりちょっと勉強しないとわからないからそうそうそうやっぱりそれはねやっぱりあ最初は鑑定を受けるしかないんですけどね。で今ちょっと話がずれちゃったんだけどあの自動生成プログラム今回取ってくださった方は私今基本はねあの個人鑑定本当にやる時間がなくてほとんどやできてないんですけど、まあ、この間日本に帰った時だけ、えー、とジャパンプロジェクトに来てくださった皆さんにはその中から10名限定で対面で鑑定をしたんですよ。 だから今度もしかしたら2月に帰れる時は児童、えっと、先生プログラムを取った方の中で希望者の中で、まあ、ちょっと人数限定になっちゃうんだけど、えっと、そういう個人観点もしてあげようかななんては思ってます。あのあのえっと、本当ねあのたくさんのやっぱりあのご希望の方がいらしてねあの基本的には今,今はね普通は受け付けられないんですけど今とっても大事な時なんで考えてますからまあそれは置いといて。 でもやっぱりね鑑定受けただけじゃあのそ,のそ,のその時は分かるんだけどやっぱりね学ぶって大事なのねあ本当に学んでほしいの今今学んでもうそ絶対に学んでよかったと思うからね,ねでまあいいや、えっと、ですから今ねあのあそうやってあのなんか細かい目先のことにとらわれないで大きなよを見てみようとしてハートの声を聞くような 直感でね生きる始めるとね、あの新しいね、こうエイがね、ウィズダムがね、こうガイドしてくれてくれるようなタイミングになってるんですよ。だからそれがすごく示されてるので、とにかくこのエイのカードを引いた方はそういう大きなジャーニーに見る。もう本当ぴったりね、メインのあのカードリーディングでも出てたけど、本当に新しいサイクルが始まってそのためには大きな資産を持っていくことが大事ですから、ぜひぜひアストルージー学んだ方がいいよ。 と思いいますねはい、そしてえっとえー、もう一つのカードがこれねジェニファーさんの「take your time」って書いてあるの56番でだからやっぱりちょっとね焦っちゃってるのかもしれない A の方で、えっと、焦って細かいことはあれもしなきゃこれもしなきゃってやってるんだけどなんかえっとやっぱり不安でどうしていいかわからないって言ってちょっと疲れちゃってるかもしれない。だかららこれほらあの 今度のカニダの満月のに寄せてのメッセージじゃない今年最後の満月だし。でやっぱりリラックスして自分のニーズとか自分で言ったりするのがすごく大事だよって言ってるでしょそういうことをした方がかえってハッてマインドじゃなくて直感とかハートの声が聞こえるからそれが大事だと思いますスローダウンしなさいって。でもしねねなんかプレッシャーを感じてたら、ね それが例えばなんかうんその状況に何か答えていかなきゃいけない例えば私の場合そうよあの児童生活作ってあげなきゃとか出張した時の経費をちゃんとやらなきゃとかねそう,いうやらなきゃいけないこといっぱいあるんだけどでもそればっかりにフォーカスしてたらやっぱりちゃんとバランス取らないと体も取れないからねだからそ,そ,そこを。 あと他人からこうしてあしてって言われたことに答えようとするとですねだん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 何て言うのかなあの自,分自分のことがちょっとなおざりになりやすくなるのねだからこのカードはちょっとねスローダウンしてそして、えー、と何か、えー、とあっこうしようっていうけ結論を出す前にちょっとゆっくりとですねあの時間をとって評価した方がいいそして今これを本当にしなきゃいけないか。 何を一番大切したらいいかみたいなことを見るのがすごく大事なタイムなんで、えっと、まずは自分としっかりとコミットして自分を自分を一番大切にして自分,を自分が本当に何をしたいんだろうっていうのを頭じゃなくて体で感じるとかハードで感じるとかそのための時間をちゃんと意識して作るとかっていうのがすごく大事な満月みたいだからでか座の満月だから本当に自分のペースを大事にして。 えとね、ゆったりと過ごしてみてみくださいそうしたことで逆に「あこうしたらいいなあしたらいいな」っていうのが分かってくると思います。で最後に、えー、とこのコアエンカードなんだけどこれは39番で「グランドマザードラゴンフライ holds a w i って書いてあるの, <laughs>、ね、あの。おばあちゃんとこのドラゴンフライここにいっぱいねあのなんかあのトンボさんが飛んでるんですけどねえーと。えー それがあのななんんか知恵をねねウィズダムを持っっててますすよよいうことなんですよ、ね、だからこれはねやっぱり、えっと、そのいろんなメッセージはあるんだけど今なんか焦っちゃってるのが見えるんですよ。でどうしたらいいかなって頭だけでもう毎日の生活を精一杯になってるけどそうじゃなくてちょっとゆったりしてそうするとおばあちゃんとかこのこのあの,あの何 ドランゴンファイって何だっけ？日本語でこれ何だっけ？えっとえっとトンボトンボうんそうそういったところからあのはってゆったりした時にご,ご先祖様とかねそういう身近な人とかトンボっていうのもなんかこうあの中国の方ではなんか縁起のいいえっ、ー、と動物なあの昆虫なのかもしれないねそれでメッセージが来るよっていうようなメッセージだと思うんですねこれちょっと待ってねえっ、ー、とこれ何番だろう えー、39番だからサンタス9で12でしょだからやっぱりちょっとゆったりクリエ,シクリエイティブなこと楽しむのがすごく大事だと思いますねで、えー、39番ちょっと待ってねこれねやっぱり今えっと自分が今まで一生懸命ね耕してきたものをちょっと諦めたくなっちゃうあもう大変すぎてできないって思っちゃうけど今諦める時じゃないよっていうメッセージみたいで一見あやっぱり無理かもって思っちゃったら えっと、そこからもっと大きなものがなんか見えてくるからその頭だけでやろうとしてるのか本当にハートでやろうとしてることだったら宇宙とちゃんとね宇宙にちゃんと言ってねそして自分も少し遊ぶバランスを取らないとカチカチカチで本当にハートでやりたいことというのと頭でや,やらなきゃいけないと思ってることがなんかごっちゃになってる感じがするんですよ。だから今メッセージてきたけど あの今すごい大事なことはちょっと本当にハートの声をき聞き続けて今ここにいるっていうことを大切にしながら一つ一つできることそして本当に今あのじ自分のタイミング自分のリズムをちゃんと見ていくことがすごく大事だと思う。もう一つはうーんやっぱりあのメインカードでも最後のコンクルージョンであの結論であのもっと高い質は見,見,見なさいって言われたじゃない。だから 今までなんか一生懸命やってきたことでなんか全然進展しなくてあのちょっと大変って思っててもちょっと今までやってきたことを違った視点で見つめ直してどうやって他の人と自分が今やろうとしてることをシェアしていこうかとかねそういった示唆が大事かもしれませんね。私もああ、えっと、あのののの年年かかなそそそうそうそう,そう次のステップとしてやっぱりあの 私のブランディングとそれから今までこうバラバラになってたのをちゃんとオンラインスクールででブランディングを北先生に頼んででまだちょっと今年はそのあのスクールの方をきちっと作ろうと思ってやってたんだけどなかなかちょっと追いつかなくてでやっぱりあの私自身もあのいろいろと外側に出すだけじゃなくてこの内側に自分がこう。 充電をすするっってていいうことがすごい大事だなって感じたんで、そっちを優先したじゃないですか。それからやっぱり体,体,体調的にもちょっといろいろ来る時が来たんで後ビロがあったりとかコロナになっちゃったりとかね咳がずっと続いたりとかねだから、えー、とちょっとスローダウンしなきゃいけなかっただからあのその、えー、と予定だったらそのあのちゃんと AUC をやってもっと売り上げがパンと行って私のブランディングがきちんといくことによって学私から学んできた 生徒さんたちが自立していくときにあの AUC の大畑はるみから学んだんだって言って胸を張っていただけるようなそういうふうにしたいと思っていろいろお金もエネルギーも使ったんだけど先ちょっとうまくいかなくてちょっとしんどかった時あるんですね。でももそれもやっぱりあの あ何かこれは宇宙が私に今取り組みなさいって言われてることなんだなと思ってその焦らずに焦らずっていうかそれを受け入れて本当にやっぱりハトがやりたいことをマインドで言ったら日本に帰るなってことはとんでもなかったんですけどあのやったわけですよ。そうするとやっぱりいろんな大切な人に出会ったり本当帰ってよかったと思うんですね。そうううすると後かからなんかううなんえっ思よ あのお話が舞い込んできたりとかねだからあの今私の状況を考えてもそういうふうになりやすい時だったから皆さんもなんかそういう今状況に置かれてる方いるかもしれないけどあの今私のお話ししたことが参考になれば、えーとまあ、そんな感じで本当あの、えー、と頭でプッシュばっかりしてるして,ていかうまくいかないものは今そっちじゃないよって言われてることもあるしでも、えー、とその中で本当に 自分の本当の魂の子がやりたいことであればタイミングってもありますからそこを本当にこれでいいのかっていうのはあの外側に答えを見つけようとしないで内側にあるんですよだから宇宙にちゃんとお願いすることねこの満月であの私がこれをやりたいと思うんですけどこれをや,やっていくことだったら応援してくださいともしそうじゃなくてもうちょっとこういうふうにした方がいいよっていうようなアドバイスがあるんだったら私を受け取りますから。 どうか教えてくださいっていうことを祈って、寝る前とかね。で、えっと手放すものは手放してね。で、味方、新しい資産をもらうみたいなこと。宇宙と常にね、お話しするってことは魂とお話ししてるんですよ。そういう生き方をぜひ、皆さん、やってみてください。a. の方いいですか?。ね。あ、本当に素敵なタイミングが来てますよ。ね。はい。えっと、もう一回 a. の方。あの、言いますよ。えー、ちょっとね、時間を取って、少しリラックスして。そして。 実際に本当に今自分の状況がどうなってるんだっていうのはもっと大きな手段で大きな旅に出ていく新しいサイクルを始める時でちょっとですねあの今までやってきたことがちょっと行き詰まってるような感じもするんだけどその時こそちょっと大きなで目,目で見てあのあけあのマインドだけで諦めないで、ね、ハートで宇宙が何を伝えてきてるかそこですよね。 そこを感じると答えは皆さんのハートの中に必ずあります。はい A の方ちょっと興奮して長くなりすぎちゃった、ね、はい、じゃあ次の B に行きますね。はい、B の方は私も B 引いたんですけどえっと面白いカードが出てきてますね。えっとまず、えー、シャーマン・オラコルの方はミステリー・シャーマンはミスティック・シャーマンか「<S The s e e r ってのが出てます。The er「The s e e r ね。「っての見るでしょ。で「The s e e r だからこれは「 あのザがついてますから、これは物を見ていく人でシャーマンですからこれね。だからこのカードが来てるってうことはものすごくサイキックなこう見えない世界とつながってですね、普通の人には見えないものがこう見えてくるようなエネルギーが示されてるんですよ。だからこの満月はそういうやっぱりちょっと自分の浄化とかあの瞑想をするとかあの自分としっかりつながってえっと。 訓練してきた方なんかは私なんかもそういうのすごくやってるから分かるんですけどたくさんのメッセージが受け取れると思うんですよ見えないものも見えるようなそのエネルギーがすごく強くなってるからそれをちゃんと生かしていかれるのがいいんじゃないかと思いますねえっ、ー、と45番のカードでしょ4と5だもんねそうだよね9になるよねちょっとシーアのカード見ましょうねえっ、ー、とだシーア番はいえっ、ー、とエッセンスは えっとまあ、ライフの中のねその明確な、えっとえっと、こうじ生活してるともうはっきりと見える細かいことを超えたところだから目に見えるものだけじゃなくてその見えないその先まで見ていく能力を象徴,あの象徴してるのね。でだからあの この,このカードを引いた方っていうのはそうやってよーくね表面的にはこう見えるけどこの先実際宇宙は何を私に伝えようとしてこういう事象が起こってるのかなっていうようなことをちゃんとねこう、えっと、コンテンプレーションっていうのかなあのあの、えー、日本語で何て言うんだろうコンテンプレーション模索模索じゃないな。 えっとしっかり考えることなんだけど、え日本語が取ってこたからごめんね。あの、うん、あのしっかりよく考えることです、うん。で、頭で考えるっていうか、これね、あの本当あの瞑想してあのしっかり宇宙とつながってハートの声を聞いてくると、本当にこあのねマインドを空っぽにするの、心を空っぽにすればするほど宇宙からのたくさんの導きがきます。だから私そういう訓練をずっとしてるんですけど、本当にねあのやっぱり浄化をして あのほん本当に自分が、えー、のハートの声を聞くからどうかそこにサポートお願いしますというふうに、えー、私たちにはたくさんの,あの,あのガイドもついてますからねそういうのを祈ってですねやると、えー、見えてくるんですよ。でそれが何て言うのかなあの今その能力がすごく強くなってますからだからあのその能力をこの満月はしっかりと 意識して使っていくのがすごい大事なんだと思う。だから。多分ね。えっと、c. やのカードを引かれた方、b. のカードを引かれた方は。あの、自分の直感をね、信頼するってことがすごく大事ですよと。マインドだけで考えると、えー、そんなことやってて、うまくいくのか、違うとかさ。ね、例えば、私の場合は。あの、最初は。あの、は、もう、今日本帰ってるし、もうお金もないし。あの、時間もないし、仕事もいっぱい,いなきゃいけないのに、2月にまた帰るなんて無理だわ、なんて。 頭で最初思って行かないって決めてたんだけどやっぱり実際にあの先生のこの講座聞いてそ,のそういうチャンスがあると思ったらすすごく行きたたいと思ったんですよねそしたらもうこの「行きたい」っていう直感もうハートから込め上げてくるあの思いだったのただの感情だけじゃなくてだからこれはもう絶対に変えろっって思ったんですよだからそ,そこねそう言った、えー、っとうこと。 頭でごちゃごちゃ考えちゃった時ほどうまくいかないから何か頭で考えたら無理だとかいろいろなことを言ってくるんだけどそれでもやっぱりすごくハートがやりたいと思ったらじゃあそのために何ができるかって言ってそれをそのハートの思いに応えてあげるようにいろいろ自分でも取り組んでできないところは宇宙にお願いをしてどうしたらいいか見せてくださいって言うとなんか知らない形でパッとねなんか来るのよ。 ねだからえっとそういうのがすごく大事なんだと思う。でもしかしたらこれがネガティブに取っちゃってる人は何て言うのかなあのー、やっぱりあのー、自分の中で何でも、はい、マインドであどうせこれも無理あれも無理ってやっちゃってる自分に気づきなさいよとそしたらちょっとね。あのー 体を整えて呼吸を整えてそして頭の中でごちゃごちゃしてるの手放してその奥にある何があるかっていう直感力を宇宙とつながっていく訓練をしなさいよっていうメッセージにもなりますねだから皆さんが今どんな状況か自分でちょっと判断してみてくださいねはい私にもこれすっごくあの心に響きましたこのカードが来たのはねはいでえっと次あのジンカーさんの何、えー、だっけえー、っとハート・マニフェステーション・オラクルカードね が来ましただからこれ優雅にね「あのレッド・ゴー手放しなさい」って32番ですからねやっぱりもう何か新しいものを作って2で落ち着くためにはやっぱり5でですすからシフトしていくタイミングですよねだから多分あなたの今のライフ生活とか人生の中で何かあなたに手放してきなさいよっていう言ってるものがあるんですね。 だからこれはもうね潔くね「はい」って「ありがとう」って手放すことが大事今目を背が最後の役割してるからいろんなものが出てくるでしょ私もそうなんですけど失敗したら嫌だなとか今後のうまくいかないし嫌だなとかなんかこう疲れちゃったなとかねいろんなことを考えるがいっぱい出てくるじゃないですかでもやっぱりこれがないと不安だからってしがみついてるものあるけどまあどんなものであっても もう過去で起こったことっていうのは前にどんどん進んでいかなきゃいけないからだから逆に手放せば手放すほど新しいものが入ってきますからそれをしっかりやるっていうのがすごく大事なんだと思いますよ。ね、でそのためにもやっぱり直感で直感でやろうと思ったらやっぱりどっちも2つはできないからじゃあこっちを取るんだったらこっちは諦めようって手放すことも大事よね。でそのたたためめににに手放すためには、えっと、じゃあ具体的にどううやっっらできるかなっていうことが 今度はその「視座」がそっちの方にできる「できる」「できる」って方に「視座」を変えた途端に「できない」っていうようなマインドセットみたいなのも手放せるんですよ。だから具体的にものもそうなんだけどこの自分の中の思い込みとかマインドセットみたいなものにちゃんと気づくっていうこともすごく大事なような気がする。今そういうメッセージが降りてきたから、うん、それをちょっと取り組んでみてください。ね。はいそしてえー、っと、えー、なんだっけあの クワエンのカードねクワエンのカードはこれね私ね自分でも引いたんですよ自分用にそ,それもねこれね昨日来出てきたのでこれがまた出てきたからやっぱりこれなんだなと思うんだけどこの赤いね赤い着物ですよこれ4番で「ドータス・オブ・ザ・レッド・テント」って書いてあるね「赤いテントの娘たち」っていうカードなんですけどこれだけじゃなんだかよく分かんないよねこれねだからこれなんのかなと思ってねえっ、ー、と、えー、メッセージをこのこの。 説明書を見たらねどうやって書いてあったかって面白かったんですけどなんかねあの赤いテントって何かあのそのそこれチベットの方のねなんかモンゴルかチベットあの辺の習慣なんでしょうけどなんかね新しいサイクルが近づいてるよっていうサインなんだってこれ。だからなんかあの大きく変容していく前の大きな試練の時が来てますよと。 とにかくく大きく変容していくから変容していく時って自分がこの先今までやったことない自分になっていくわけだから不安なのよ。で本当になれるかなとかだいたい自分はどうなりたいんだろうともはっきり見えないわけね。で,でもと,とかやっぱり私はこれはしたいっていのも分かるんだけどでも具体的にどうやったらできるんだろうと分からないわけよ。ね。はっきりもう 目標が決まっててここったら絶対大丈夫だったらそのためにどうしたらいいかっていうのをあの計画立ててじゃあお金がいくらいるからこれをどうしたらいいかとかっていうふうにこうはっきりとねもう目的地とかこれをやるんだっていうのが決まってればそ,その今までのこう何て言うのかなプログラムマネジメントみたいなねあの要するにうーん具体的な施策を考えるような成功の今までの何て言うんだろうあのよくある。 あのビジネスのトレーニングみたいなことをやればいいんだけど一番難しいのはど目的地をどこにするかっていうのまだはっきり分かんないわけでしょ今この混沌としてる時だから。だからこそあの自分としっかり向き合うとか直感力を鍛えるとかあの今自分が何を本当にしたいんだろうっていうことと向き合うような訓練をずっとしてねっていうのは。あの まあ、YouTube でも今までのお話してるんですけど今年は本当と YouTube 全然出せなかったからねあの、まあ、過去の動画見てくださいあとはミラクル会員の皆さんは NGW でもよくお伝えしてるしもっと詳しくはあのまあヴィーナス会員の人はマするとかでもしょっちゅうお伝えしてるしあの自動生成プログラムでもいろいろお話してますからねだから今ねほんとねこの,あの C のカード引かれた方は。 あのあじゃないあの B のカードを引かれた方はこれまだ B だ B ったね <laughs> あのやっぱりそうやってね何か新しいことをやろうって私も決めてるんだけどでもその前に、えっと、はっきりまだ見えないからちょっと不安になって、えっと、その変容ののプロセスっていうのがあるんですよねだから自分がどうなりたいっていうのがまだはっきり見えないけどプロセスの中で波が来て導かれながらそっちへ行ったりこっちへ行くとあだん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 あの あの宇宙が導こうとしてるところへ自分も応えていくから一緒になって波乗りをすると一緒になっていろんなものがはっきり見えてくるそういうプロセスを今楽しむ時ですよって言われてるんですそういう気がするだからあの必ず自分が変わっていけるっていうことをまず信頼すること自分は絶対変われる自分らしく生きさせるんだって。であとはあの今あの何か 新しい全く大きく変わっていく。変容の何て言うかな？境目に来てる。そういう時に示されるカードなんですよ。だから本当に。今ははっきりまだはっきり見えないけど、今準備編でしょ。首都再生ので来年いよいよ本当にすごい導きが来るだから、今まで準備してきたことが必ず。大きく先に行くだから、それを信頼しなさい。よっていうメッセージがこれなんだと思います。 ね、だから、えー、ちょっとあのいろいろあのまだあの何この説明書にいろんなこと書いてあるけど今私が降りてきたメッセージはそんな感じかな。あの本当信頼してですね赤いこの,あのテントの中で自分のパッションとかあの本当に本当に本当にお腹に落として自分が何をしたいんだろうかっていうのをちょっとちゃんとディスサーメントって言うんですけどなんだろう うん、細かいことにとらわれないででも一番大事なところをししっかりと,、えー、と識別する力を身につけましょうだからマインドの前にまずハートなんですよ。ハートがある程度道が定まってきたらじゃあ次にどうしようっていう時はマインドをちゃんと使うんですけどねだからマインドを否定してるわけじゃないんだけど何でもかんでも頭で納得しないと全部わからないと決められないってなっちゃいやすいけど全部わからなくても その中で今できることをやってくると道がついてくるんですよこれはね実体験でやらないとわからないのでも私はそれを実体験でも経験してるんですね8年前に2015年の12月の9日に私はあの転職してきてお家も買って最初のローンもう払ったら失業した話をいつもしてるんですけどでその後やっぱり星が埋めたから私のキャリアはこれから大きく広がるのはこの仕事じゃなかったんだなってそうい納得してでもう もうこううこなったらちょうど土星の時だったからね土星でだから私が本当に大きく変わるタイミングが来てるなって分かったからじゃあ本当に私がやりたいハートがやりたいことしかしないで生きてみせるってその時決めたの。でどうしていいかわかんないけどとにかく YouTube やりたかったから YouTube で発信始めたんですよ。ね で発信しながらいろいろやってくる中で道がついてきたわけだからあの最初から YouTube 始まった時も何年後には、えーとえー、と売り上げいくらにしてとか、えー、とあの何あの私のそののなんていう,のうんウェブサイト作って何してとかっていうもう,もう計画なんか何もないまずはやってみないと何ができるかわかんないからとにかく発信始めたんですよね。 だからそうやってでもコミットして自分ができることから一生懸命やってみるとだん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 それがなんかやるべきことが見えてきて形になっていくんですよだからそのプロセスをすごく信頼して頭の中で「無理よ無理よ」ってやってると絶対うまくいかないから私の場合はもう本当にボーンってね修行させてもらっちゃったから。 逆に恐れでで生生ききるるのやめようって愛で生きることを選んだのねだから皆さんもこれ本当あの B のカードを引かれた方もう一度私もね今ね新しいまた次のステップに行くためにそのその時の自分を思い出してやっぱりそうだよなっていうのをすごく感じてます。ね。はい。じゃあえー、っといいですか、えー、?B のカードの方はこの C やね。 もう目の前のじゃなくてもっと先まで感じる直感力を養ってあのいらないものはどんどんマインドセットがいろんなものを全部飛ば放してそして、えー、とこの変容のプロセスを楽しむっていうかね、うん、そのための今いろいろとまだ不安ではっきりしないところもあるけど信頼して宇宙を信頼して宇宙とつながっている自分の魂を信頼して内なる声を信頼してあのワクワク,しワクワクっていうかねあのとにかくあの楽しんで生きることが大事。 だからこの満月はしっかりと楽しんでください私も楽しみますからねはいじゃあ最後 C のカードね C のカードを選んだ方はえっとすごい素敵なカード出てきてますよ最初はね19番で「ァイヤーが出てきたのだ火ですよねだこれはもう「火っていうのはこの満月はねあの月はカニダなんだけどえっと確か「火のグランドトラインができてたと思うよあの、えっと、火星と 水星が伊手座にいてでノースノードがお羊座でしょでパートフ,フォーチュンが獅子座でちょうど綺、ね、麗なねグランドラインができてて火のエネルギーすごい強いんですよだからもう自分のハートの声を聞いてもう思いっきりあのこうは火はね情熱もそうだしそれから何か物事を起こしていくで上に上がるエネルギーですからもうしっかりとね自分の ハートの声情熱を生かして生きるのがすごく大事なタイミングなんだと思う今、ね。だから、えっと、本当に自分らしくて何なんだろうとかねあのやってみる行動を起こすってことも火はとっても大事なんでそれをやってみてください。ね、で、えっと、ちょっとだけこのじゃあ火の説明見ようか19だからねこれ太陽のエネルギーね19ってね1たす9であの あのなんだっけタロットも19太陽だからねそうすると1でしょだからやっぱりねすごいなんかなんかスタートしていく行動に起こしていくってことがすごい大事だと思ううんえっ、ー、とここで何て書いてあるかなちょっと待ってねえっ、ー、と19番「Fire、うん、Fire is passion and its dancing frame it invite us to reach to the sky だからその すごい情熱だしそれからその火がねわーって燃えてくることはね私たちにあの空に届きなさいよっていう風にあの招いてますからねだからやっぱりその温かさと光とがこう本当にこうワクワクしてくるようなそのエネルギーだから、えー、あのなんていうかなその火のエネルギーにしっかり自分をね入れ込んでそしてあのえっ、ー、とフェニックスが あの肺から上ってくるようなそんなエネルギーを象徴してるのがこの「ァイヤーのカードみたいですだからやっぱり今あなたの内なる「は」引いてあなたのハートと手を温めてくださいっていうメッセージが来てるうんそうだだからあなたの内なる「ファイヤーがどこにあるかそれをしっかりと体で感じるってことがすごく大事だと思いますなんかね体を動かすのもすごく大事だと思うよ、ねあのうん、寒くなってきてきますけど それでいいいいいろろととと気ががくことがいいっぱいあると思いますそして、えっと、マニフェステーションオラクルカードの方は「You are safe now」って書いてあるだからもうあなたは今大丈夫安全ですよっていうかカードが宇宙から届いてますからね67番「It is safe to relax」って書いてあるここにねほら「It is safe to relax」だからもうリラックスしても安全だから大丈夫このカニ座の満月だから でこの感じなる満月はごほとんど5度でしょで木星もあのえっと美味しさの5度なのよねで綺麗なセクスタイとってるからやっぱりゆったりと自分のペースで思いっきり好きなものとか味わってゆったりしたらいいねであの多分えっと 今までずっとちょっと大変でやってきたんだけど今あなたはそこの一番大切な試練っていうのをねちょっと通り越えたところだからもう大丈夫よとだからあのえっといややるだけではやったんだからでその結果が何であれねそれが自分の思った通りの結果じゃなくてもまずはそこを乗り越えてきたからそこで今リラックスして次のステップじゃあ何が次はできるだろうってうことを考えるのが今とっても大事なタイミングのような気がします。うん であのやっぱりあのそれをするためにはやっぱり変,変化していくことが大事なのねやっぱりこう癖になっちゃってるものこうやらなきゃやらなきゃやらなきゃっていうふうにあの自分のマインドがいろいろ言ってくるのをちょっとね置いてマインドの中にスペースを作んないとねだからやっぱり体をしっかりと リラックスさせてゆったりするそして深呼吸する体をこう動かすさっきも火がこれだけ強いからそうすることであやっぱりあの大事なものが何かっていうのがはっきり見えてくるちょっと私も、ね、気をつけなきゃいけないとやっぱりやらあれやらなきゃってうとわーってなっちゃうんですよね。だかからら時々ちゃんとと体を動かしてやらないと うまくいかないんでとにかく木星と天王星が大島にいるから体とちゃんとしっかりつながるってすごく大事ですからだからあの This card brings a message you are safe now it's okay to relax、ね、あのこのカードはあなたにもうあなたは自分やって大丈夫だから安心してそしてリラックスしなさいよっていうメッセージだからこの漫画ではしっかりお味しいもの食べて、えーね、ゆったりとリラックスしてくださいはいそしてでも あの体もちゃんと整えてあなたの内なる日であなたのハートと手を温めてくださいねそして最後が25番ですんごい素敵なカードはいね二25番で「Blessing to Begin」って書いてあるだからいよいよこれから祝福が始まりますよ やっぱり全部のカードに共通してるのは今までいろいろやってきて大変だったけどそして思ったような結果じゃないかもしれないけど今はねでもこの次のステップでいろんなブレッシングが来るからあの私もそうなんですよそんな感じがするあの、えっと、まだねこの「死と再生」の準備編なのよまだ <laughs> 今年はだから今年は最後やっとリラックスできる時が来てるでしょ思いっきりリラックスして来年がもう本番だから2024年は。でもそしたら今まだ、ね 頑張ったったていうか「はう、ね、振り縛って頑張る」じゃなくてそれなりにあの自分を大切にしながら波乗りしてきて「うん」って体の調子が悪いかなっていろいろなことも出てきたと思うんだけどそれも気づきなさいよっていうメッセージだからそれを取り組みながら自分と向き合って宇宙としっかりとつながるようなそういう何て言うのかなマインドだけじゃなくて自分の本質と生き,生きるってことを決めてね決めてそれを取り組んできた人は 体も整えてそうするとしっかりとこの先からはたくさんのブレッシングがやってくるいよいよこの本当にあの、えー、と来年はねもちろんあの水が座にまたねあのあの芽を腺映るからねそうするとまたガーッと変わってくるしまた火星がねまあいろんな新しいサイクル作るしね来年またすごいすごい大事なこの本当コ,コロ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 いろいろ変わりますからだからこ,このエネルギーちゃんとちゃんと追って追いながらあの自分 がどこにアクティベーション来てるかっていうのをちゃんと感じながら波に乗っていくとにかく波に乗りながらただ乗るんじゃなくて自分ができることはやるでそこをもっと明確にこの波はどこに寄せられてどこを取り組みださって言われてるかっていうのが分かるのは皆さんのネイタルチャートがちゃんと分かって、えー、と今のエネルギーもちゃんと分かってそこら辺をちゃんとねアストロージーを勉強してるとだん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 それがクリアに分かってくるんですよ。だからぜひね今迷ってる方はあのお年玉で 多分1月はちょっと難しいんですけど2月私が日本帰ってる間は、えっと、今の AUC のプログラムを、えっと、特に新しい講座あのもう勉強してきてる方でちょっと上級コースなんかを取りたい方がちょっとキャンペーンしてないからそういうのをやってあげようと思ってるんですけど、まあ、お問い合わせいただければまたご希望に応えてキャンペーンもいたしますから是非学んでみてください。ねはい えー、ということで、えー、C もすごく素敵なカードでしたね今あ,のあ,のあなたの,あの内側の日でしっかりとハートと情熱を持ってねちょっとくじけそうになってちょっと疲れちゃってるところもあるかもしれないけど今はしっかりリラックスしてで次のステップに行くために、えー、とちゃんとね休息をとって来年になったらいよいよ。 今まで皆さんがちゃんと自分と向き合って自分を大切にして自分のことを大切に愛してあげれば愛してあげるほど宇宙もたくさんあなたを愛しているのが気がつきますから、ね、だから皆さんの中に愛が流れてるっていうのがメインオラクルであったでしょ。ね、本当に素敵なカードが 出てきましたねはいそれじゃあもうなくなっちゃいましたけど、えー、最後まで聞いいててくださってありがとうございました、えー、今年2023年あんまりあの YouTube の方で私あの皆さんにあのメッセージをお届けできなかったんだけどでも日本に帰る前にライブもやったしああのーねあのね是非これからも、あのー、いいなと思ったらこの 動画いろいろとシェアしてください。そしてまだチャンネル登録していらっしゃらない方はぜひチャンネル登録お願いします。そしてよかったらぜひいいねボタンをしていただくとたくさんの方に拡散していくんで、あの来年もえっ、ー、とまあ私にできる範囲でえっ、ー、とまあ、動画も作っていきますから、うん。で本当にあの、えー、来年はいよいよ皆さんの本質の自我をしっかりとね自我っていうか本質をね本質の自分で 生生ききてていくための大きな再生が起こってきますそのために最後の手放しのようなこととかね,ねそういったことを取り組むために外側はぐちゃぐちゃになるんだけどあの auc につながっている皆さんは私がずっと皆さんにお伝えしていることをちゃんとね取り組んでいただければ安心して前に進めますから、えー、と本当に宇宙とつながって愛されている自分をしっかりと 受け止めてあげてみてください。はい、それでは今日はこれで終わり,終わりにします。いいお年をお迎えください。Thank you so much. Thank So much love.